旧桟橋の正面に地獄門と呼ばれる、ね、係員詰所が、あったという話ですけどね、これはちょっと聞いたことないですね。橋門の中に上陸してですね、いきなりトンネルを通って、ここが宿舎だ、9階建ての一番1階といっても半分地下ですから、そういうところに閉じ込められたみたいな形で、そしてあれの人たちが言ったことを書いてるのを読むと、その地下に落ちるような速さで構内に下がっていったとか、それはもう見ることすること、今まで朝鮮で自分たちやってきたことを運転のさびっくりしたはずですよ。だから大げさに全て書いてるわけですね、あの話の中がですね。例えば借金したりなんかしてさ、長崎に行けば帰ってこんだよ、逃げてさ、結局踏み倒すっていうかね、それで高尾差し上げるわけですよ。全然日本人でも一緒、日本人でも証明版持ってかまで出られないんですよ、結局そういうとあったですね、他校証明って言ってやら、他校証明申し出前かまけで、長崎に行く他校証明って証明書はあの海岸で見せん前かんですよ。私が6年生までおったけど、そういうあれはないです。全然記憶ないもんね、本当の軍人というのは2人ぐらいしかいないんですけどね、2人だけですね。それも憲兵なんですけどね。あ、憲兵がいた2人ね。だからそんなあれはないとな、監視するとかなんとかね、警察が橋間仕事のないちゅうのがおったけんが銃を持った人見ました？警察銃持ってるわん。うん、警察が窓の端まで限らず銃を持ってうろうろするという日本の国税にはないです、あの当時は。てかなんてそんな低いところなかったんじゃないかな。あのピックのババババって家屋ですね。結局電気使われんから家屋でこう落とすとですよ。それで鶴橋はほとんどただあの浮いたとか落ちてくるでしょうかって、こっこって垂れてこう強度、それ以外は鶴橋は使わんてやから、それで鉱木を釣る時で垂れてこうら締めたりなんかする時以外使わん、こうこんことないもん、そういうことは絶対ありえんて。前生存者から聞いたことあるんですけど、私このもあの朝鮮人は校内でどうして働いてたんですかって言ったら、先日にその崎山さんがですね、彼らを使ったら危なくてしょうがないって、もうめちゃくちゃに石炭を掘ったりなんかでして払いがバレたりするから、実際はもう彼らにはもうそういうことしてもらいたくない、もう後ろの安全な方で単車を押したり、日本人があの出した石炭をあちこちにこう単車で運ぶというふうな後向きの仕事をやらされとったっていうふうに。あれ、一応そう特別にその
特別扱いしとるだわけでもないし、なあもうそんな虐待とかなんとかそんなの私見たことないですね。映画なんかは見に来よりましたよ、あの朝鮮の人も。もう安い料金やったけんね、映画館もね安い料金で見られよったですからね。終戦になった時にみんながそれぞれ韓国に帰りますでしょ。その時にあらあら、あの人も韓国人やったかな朝鮮人やったかなと思うぐらいで、うん、もう全然分からずに遊んだ仲間ですからね。日本人の青年が全部兵隊に取られて、うん、あの技術者がいないようになるわけですね、うん、そうすると郊外におったあのいわゆる、まあ、工場の班長さんとかよく言いますよね、うん、あの防身って言うんですけどね、はい、そういう連中はですね、うん、あの朝鮮人の人がなっとった高等科卒業して電気工場に、郊外の電気工場に工作科に入ったら、うん、あの班長さんは朝鮮人だったと。なるほど、はい、自分たちは朝鮮人の人たちから技術を習っ習っていたと、はい、うん、前にも言いました、あのリーさんのお兄さんって方病院の通訳ですかね、病院にね、あの使い走り、うん、日本語と朝鮮語の通訳、うんうん、その人はみんな若い娘さんはね憧れてね、そんなにもうごちゃごちゃしたことなかったですよ、本当よかったんですよ、うん、始まって、仕事サボってあれちゅうとこでやる人にもなんかね、そのビンタを三つ四つ叩かれて水をかぼってかぶさかこうかけられたぐらいの記憶しかなかったですね。さあ親父が言ったけどね、うん、そなんか棒で叩いたりなんで、そういうことはあんまり聞いたことないですよね。そんな虐待のあれはおそらく丸けなく言っていいぐらいよね、ここよ。でそんなことやってたらすぐ分かっちゃうんでしょ、うん、んな小さい島の中でやってたら来ない中でも入ってもそんなあれはないと思うよね、虐待なんて。あればもう話はもうすぐだーって伝わるからね、うん、みんな知っちゃうだろうから、そういう話は聞いたことないもん全然。この旧会堂のこの下にさ、やっぱこういうとのね、あの韓国人 あの独身者のおった時代ね、はい、それを岩本さんつってさ、リーさんで出てリーって言ったんですよ。その人が日本名にして岩本さんつって言って、その人は結局あの勤労課に勤めとってですよ、勤労課って外勤って言ってたから、結局取締の人、その人は剣道四段とかなんとかしても、その人があの一応剣道したり、うん、その兄弟も3人か4人かおったりしてね、その人がそこの寮長をするわけですよ、うん、でその人があの結局言葉が通じたんでしょ、うん、それでそういう人がで、そういうふうにしてその人が治めとったんですよ、そこは。朝鮮の人のね、一番その経営してる人がね、安藤忠人やったんですけど、うん、この人はうちの親父と仲が良かったですもんね。あ、そうですか。それでね、確かね、豪かなんかうちに来よったような人やったみたいや、安藤忠人がね、なるほど、その朝鮮の人のね、あの、まあ寮みたいなもんですけどね、朝鮮の人ばっかりその、あの、おるところのその大将で、まあ、経営者ですたいね。あ、経営者、うん、怠けてやるときはね、ほら厳しくあれたらって。だけどね、そこに監督したのはみんなあの同じやっぱり朝鮮人なんですね。日本人で関係だってあんまりいなかったはずなんですね。だからたまにやっぱりそういう大きな持ってやって説教されるところが見たことあるけど、うん、
そんなにひどいあれはなかったと思うね。大豆の絞りかすとかね、みんな食べましたよ。本当配給でそれしかないんですもんね、うん、もう私だし大豆って大豆から炙りを取ったかす、そして本当ぶりして、それは全く朝鮮の方も一緒だと思いますけど、一緒って思います。私もそれ食べ、そればっかり食べて下痢して下痢して、ね、日本人が特別お米の配給とかなかったですもんね、うん、その大豆の潰したとでも食べられたらいい方で、うん、そこら辺はみんな一緒だったと思うんですよ、うん、韓国人も日本人も食料の配給ってやったら平等です。まああの当時生きとる人はみんな経験しとることですけど、なかなかその配給前ってやつが満腹するような状態じゃなかったからですね、ましてあの校内で、まああの汗まみれて働いた人たちが朝風呂に入って寮に帰る途中、そこにあのこう豆腐のおからを積んどるもんですからね、でそれを分けてくれんかというような話があって、で私の父がもうあのお金はいらんと、あなたたちはもうあのどうぞあの自由に持っていきなさいと、そのことが後になって終戦になって引っ掛けたでしょ。帰りにリンゴ箱ですね、リンゴ箱いっぱい、朝鮮のリンゴ、今はもどうか知りませんけど朝鮮のリンゴってちょっと小ぶりですと、そしてあの昔のリンゴ箱って木ですね、あれをこうこうして松本さんの朝鮮に送ってきた人からお世話になったからということで、松本のその持参にやってくれというようなことですね。びっくりしましたね。成功したと、そこまではその私も認めます。それから先高浜という農村の前あの日に洗濯して干し取った作業員とか、うん、それから地下旅、うん、それとあの泳いで、まあ、空腹になったんでしょう、うん、トマトとかそういう農作物を取って太ると、うん、こういうふうなですよ、片一方において犯罪を犯してる、うん、それを高浜の人は別に警察に訴えるでもなくですね、うん、でもあの温く見守ったということの表現が正しいんじゃないかと私は思います。13年、昭和13年なんですよ。その時はもう、あ、もう小学校1年生かな。親父がほら、死なんじへんで、戦争行って。だからその時の弟が、もう次の弟なんですけどね、下の、妹の下のが弟なんですけど、うん、これ3歳で亡くなっちゃったんですね。葬式は自分の家でやるんですよ。
ほいで、あれはほら、焼くのは、焼き場というのは中之島って、うん、離れたところなんですよね。香木っていうのは、薪を積んで一緒に行くわけなんですよ。うんうん、海岸でほら、もうこの、で、あれして、船に乗せるでしょ。だからもう、行くのはもう、しまったらいけないですね。そして上がって、焼き場であれして、焼き場はほら、もう、こんな大きな薪をずっと並べといて、その上に乗っけるんですよね。で、その上にまたこんなに乗っけてた、薪を。で、小さい薪とかになってて、それで火つけてもう、今みたいに石みたいな電気じゃないから火がついて燃えて燃え出したら帰ってくるんです。あ、帰ってくるの。うん、こうやって明るい日に行くんですよ。明るい日にその骨を切る。そうですよね。みんな切らないんだね、全部ね。だから残るでしょ。残ったやつはね、ちょっと離れたところにあるんですよ、穴が。みんな大体みんな残るんですよね。そうね、みんな入んないから。だから残ったやつはみんなもうそこに全部埋葬するような感じでみんな入れちゃうから。日本流ですね。うちの親父禅宗やったから、それさっきお経でも何でも禅宗のお経ですよ。朝鮮人中でも全部禅宗のお経です。泣き女っていうのを宿って、うん、先頭にそのずっとあのお寺を出てその火葬場まで連れていく間ずっと泣く女を雇うんですよ、うん、朝鮮の、うん、それがその人が先頭ですね。小粒なんかはそういうけんあの焼きに行く時にもう持っていくわけで、はい、あ、なるほど。持って行ってその火がついて確認したらね一応帰ってくるんですよ、うん、そしてね翌日行くわけ。お墓ないんですよ全然。軍艦島の人は、うんうん、軍艦島全部もうお骨はあのお寺の納骨堂に置いとるか家族が家に持って帰るか持っていくからですよ、うん、閉山になった時にね、はい、長崎のどっかのお寺に持って行ってるはずなんですよ。改廟とかなんとかもうお骨には書いてませんからね、うん、お位牌はしかし置いてあったみたい。ずっと身元のわからんような人のお骨が残っとったわけですよ、はいはいはい、お寺に、はい、それはね閉山の時にですね、はい、長崎のどこのお寺に持って行ったかは知らんですけどね、私は、ね、うん、それを粗末に扱ってはいません、絶対。朝鮮の方も亡くなった人はみんなお寺さんにお骨はちゃんとしてありますということを申し上げましたけど、その後のことは妹が高島におりましたお友達聞いたら、高島のね供養をね供養塔を建てて千人塚ってあるんです、ね、高島に遊びに行ったら、はい、あったですよ上の方に。おいでこれは何かなって思って聞いたら千人塚って言ってあの引き受けてのない人のあの炭鉱で働いた方の遺骨を入れてるということで、うん、日本人ですかねって聞いたら日本も韓国の人もみんな亡くなった人はここにあの置いてあるって言うとそんな差別はしとらんと思うですけど ね最後まできちっと待つってね。遺骨をですねあのどうするかということで会社と話し合いしました。それであのお寺にね何個かありましたですね。それでそれはあのそのまま高島に持って行ってですね丁重に埋葬しました。でその中に朝鮮籍の遺骨がですね、確か一つがあったと思います、遺骨がちょっと、今は数は覚えてませんけどね、少しあったような気がします。それらは手厚くですね、高島に持って行って、埋葬したというふうに後で聞きました。うん